はい、どうも、サムティです。ということで、今回も漢字で5をやっていきましょう。前回に引き続き、カジュアルモードやっていきます。今回は植物の名前、それから植物の名前プラスということで、早速始めていきましょう。始める。まあ植物の名前もね、やっぱりちょっと難しいっていうか、苦手というか、やっぱり、覚えにくいやつもありますからね。ヒガンバな。あ、ステージ2。スイレン。ホタル袋、まあまあこれはまだまだですね。カントンマネ、さあステージ3です。黄金、あ、やっぱここら辺はまだまだ簡単な方ですね。ここで、ファイナル来ました。さあ何が来るかな。あ、待って、牛の膝。うわ、見たことあるけど、なんだっけこれ。絶対いいとこだね。まあ、ちょっと説明見てみますか。なでしこもくひよがの多年草、漢方薬などに使われる。漢方の個室、キノコズ、キノコズ、あーキノコズチ、いや難しいよ、割と難しい。ちょっと納得はいかない、言ってないですけど、とりあえず、プラスやっていきましょう。ステージ1、さつまいもとか、しいたけ、ゆず、ここら辺はもうまだまだ簡単ですよ。さあステージ2、何が来るか。ウコン、ここら辺はまだまだレベル4とかのレベルですかね。砂糖切りと、マコモ、これはまあまあ鬼滅の刃で知ってる人も多いんじゃないですかね。さあステージ3、こっからがもう難しい。大根、
多分ね、2文字目、3文字目で、鈴代かな？大根のこと言ったと思うんだけど、多分大根です。違ったー。あ、人参か。あ、そっかそっか。あ、そういえばあったな。あれ、大根ってさ、大根ってか、鈴代ってさ、これじゃなかったっけ？あ、でも、これは人参と、ということで。ルナ。氷山加工？いや、知らない。わかんない。幅山牧地。何それ、初めて聞いたんだけど。あ、うわ、ちょっと待って。え、なんだっけこれ。おみらえしのさ、男版だよね。男絵師か。いや、これはいけたかな。なんだ、聞いたことある気がするんだけどな。わかんない。半化粧。いやー、難しい。やっぱり植物弱いですね。まあこんな感じで、飾るものでもね、まあいろんなものが増えましたということで、まあ以前に比べてね、まあより、まあ、面白さとかがね増したんじゃないでしょうか。まあ勉強になるんでね、まあ興味があればぜひご自身で感じで GO 遊んでみてほしいなと思います。じゃあ今回はこの辺で終了したいと思います。まあ一通りカジュアルモードがねやり終わったんで、まあ次回はまあちょっと時間あるかどうか分かりませんけれども、何やるかとかもちょっと分かんないですけれども、まあ動画上がった際にはよろしくお願いしますということで、今回はこの辺で終了したいと思います。それでは以上サンプリでした。ご視聴ありがとうございました。